園原湖は人造湖。園原ダムによってせき止められた片品川が水源です。水は少し濁ったわさび色をしていました。こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。赤城山北側の県道251号線、通称上毛三山パノラマ街道を下り、途中の南郷温泉でコーヒー休憩をした後、紅葉で彩られる園原ダムに立ち寄りました。赤城山とは標高差が740メートルもあるので、ちょうど紅葉の見頃を迎え、園原湖の北壁に差し込む太陽が木々の彩りを鮮やかに描き出していました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この後も紅葉を求めて日本ロマンチック街道の動画公開を予定しております。よろしければ登録を行って次回をお待ちいただきますようよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。